魔長殿の危機迫る勢い、敵はきっと毒を流されたと信じるはずです。俺たちも噂を広めるために城の水源に向かいましょう。王政殿と馬長殿がこの戦の要、二人は何としても守り抜かないと。事態が拡大する前に早く敵に水を飲まぬよう伝えねば。王政殿、いくら敵とはいえやりすぎだ。諸孔明が討ち取り申した。馬長さん、とても怒ってました。それじゃあ王政さんと仲違いしたままに。頃合いを見て異形だったと教えましょう。馬長殿もきっと分かってくれるはずだわ。知略試させてもらおう。先行犬せいは橋だが、やる前に頑張ってますね、ナオマさん。ああ、気上がれ。お前なんざひとひねりだ。水源に着きましたね。ここは毒を足しに来たという程度。やはり噂は本当だったか。やらせんぞ。恨みを買うなら徹底的にやらないと。敵を倒し、さらに噂を広めましょう。取り戻した。おい、水を飲むな。毒が入っているぞ。俺の仲間か。すまない。いいか、絶対に飲まないでくれ。なんだ、仲間が毒を流してんだ。それを知らせに来たお人よしが嫌がるのか。試させてもらおうか。もういただき、私が負けただと。まあ、お強いのですね。私も勇気づけられます。城の水源は確保できました。これでますます敵は噂を信じるでしょう。実際に毒を流さず噂で敵を追い詰める。すごいです、宝星さん。でも頃合いを見て馬長殿とお話を。二人が仲違いしたままでは皆困ってしまうわ。毒が流されては籠城なんて無理です。私が何とかしなければ。噂を信じた敵が突っ込んできますね。蹴散らしてやりましょう。革新だな、すごい勢いだけど突破されるわけにはいかない。学文献お手合わせ願います。いざ。切り開くのが一番槍の役目。この学文献とお手合わせ願います。わかりました、こちらこそよろしくお願いします。ご丁寧な挨拶恐縮です。いざ勝負といきましょう。Yes!
けるうちに帰らなくては。ガクシン殿、敵ながらすごかったぜ。俺が出て行った分きっと苦労してるんだろうな。邪魔者はいなくなりました。さらに噂を広め敵を動揺させましょう。バイス、なんて強力な毒だ。口にしたら大男でもひとたまりもないぞ。やりますね。これでも感心しているのか。おやつさんと戦うのは辛くないか。中にいる武将だと、お前の仲間をいただき。だからこそ黙って見ているなんてできないわ。だってお父様の娘だもの。その真理を確かめてやるのか。敵が水源に向かっているようです。嘘がバレる前に始末しましょう。
神とあらば容赦せぬぞ。嘘をついて回る悪い。なんだ急に。あの患者、往復する相手を間違えている。いや、知っててこの悪党を挑発しているのだ。魔長殿は敵陣の奥深くにいるはずです。恩を売るために救援に向かいましょう。妖精君、そうですね、馬長さんを早く助けに行きましょう。嘘だと気づかないのか。敵を騙すのまず味方から。もしや、この話は王政殿の嘘だと。なぜ仲間に任せない。拙者が前安心しているのですよ。なんだこれ、引き、俺の心は決して俺はしない。結局私でしょ。
長殿と合流できそうです。分身でもとっても強かったです。やっぱり忍びってすごい。少し時間がかかってしまったわね。馬長殿の元へ急がないと。拙者が参る。この者を倒そう。なんだこれしき。俺の心は決して折れはしない。本当に引き込んだ。あなたこそ真の三国武将だ。援軍か、助かったぞ。お前には借りを作ってしまったな。
てると思ったのか。押し通る。打ち取った。俺の負けだ。うわ、結構やるな。敵だ。一人一人倒していくしかないですね。我らも親方様のために戦うぞ。ここ風敵も必死で食らいついてくる。北条の殿はそれほど皆に愛されているな。やりますね。これでも感心しているのですよ。軍をいただき、武士には勝てんか。負けない。お父様はなぜ織田軍に従
従っているのですか。さあな、力ずくで聞き出してみるか。手出してくんなら獅子が牙むくぜ。のお人よしですね。結局は俺の策に利用されたんですよ。まあ戦に立てて誤解も解けて一件落着です。そろそろ聞かせてください。お父様はなぜ信長に味方していたのですか。相模の獅子吠えるぜ。まがつかせが吹きすさぶ。宗師公、鉄壁の盾となり天地を守らん。楽文献、一番槍はお任せください。最善の結果だな。世界に散らばった腕輪を探す仲間が立つ。主膳殿と貫き通すは我が信念。
我こそが天下無双の強者なり。うまくいったか。我が信念を炎となし、真田幸村参る。方正、敵は奪気と場の呂布、真田の一派。貨幣で挑むのは危険です。まずは呂布以外の敵を倒し、襲われている人たちを救いましょう。家康さん、これだけ誘っても仲間にならないんだ。何度でも申し上げる、この世界の状況もわからぬまま従うなど。逃げ切らない男ね。いいわ、だったら抹殺しちゃう。このままでは殿が。どいてください、私がお救いしなければ。この先へは行かせぬ。お前の相手は私だ。相手はダメです。ダメすぎます。家康様を速やかに救うのが最善。真偽の言うと、我らの手で殿と皆を助け出さん。あら、家康さんの他にもお客さん。呂布さん、楽しめそうでよかったじゃない。どうせ雑魚だ。よくやってくれました。真田の一杯、負けない。こんなところで負けちまうとは。お前はちゃんと戦争に結果を出せている。勝つぞ、一緒にな。Fire!
そいらっしゃいました。こちらに来ると分かっておりましたぞ。さあさあ紹介殿、我らで皆様をもてなしましょう。やろうぜ。なぜ私がこいつの下。まあいい、目障りな連中は消してやる。傷がついたじゃないか。真田の戦、ご覧あれ。なんと素晴らしい武勇。これは呂布殿が興味を示されそうですね。私は骨のある奴がいるよ。
神の娘が務めよう。覚悟しろ。さっさと終わらせてやる。
てください。なんという部下、主は影で守護せん。徳川家の方々が次々と、このままじゃ家康様が危ない。家康様は撃たせません。私が必ず助けてみせます。We'll be right back.
しめたか。その力、次までに使いこなしておけ。すでに遅しですよ。全軍、ダッキーを狙ってください。無限の力はいつでも使えるわけだ。よほど強い気持ちを抱いた時だけ。ということか。もういただき。真田の戦、天下無双とはあなたのことですね。これからも頼みにさせてくれ。敵将見つけたぞ。やりおる。次は負けぬぞ。
擦り傷だ。やろうケロ。負けない。やられちゃった。残念。でも面白いものが見られたからいっか。ダッキさんに逃げられちゃいました。でもでも私たちの勝利ですよね。はい、今回はダッキがこの敗戦でおとなしくなるといいのですが。危ないところを救った太平の世、気づかねばならぬ。射抜いてみせます。影水彩。腕輪の力は今こそ天下無双のモノノフです。やりました。いざ刹那の勝機も射抜いてみせます。腕輪の力を引き出したいい使者を送りましたが、全軍止まってください。来ます。この敵の布陣きっと罠です。橋を渡った先におそらく伏兵が迂回し、逆に背後をつきましょう。すげえな、見ただけでわかるのかよ。序章は諸葛亮と机を並べた戦士、このぐらいの読みは当然だ。
噂の英傑が徐々に増えていますね。頼もしい限りです。そうだな、このまま行けば信長にも対抗できるかもしれない。お前は我が子とさせてもらう。ということです。この先も十分注意するのですよ、神か。我らの備えは万全よ、バカめ。どこからでも攻めてくるがいい。油断するな、バカめ。足元を救われようぞ。知略試させてもらおうか。立て直す前、奉仕祭と申す。いざ。ガラ空きでございます。角の間に
敵の狙いは強撃だったのか。伏兵を見破っただけで俺は満足していた。相手の僕一枚上手ということか。伏兵には感づいておったようじゃが、それで油断するなど甘いわ。常に二の矢を用意する。それでこそ一流の軍師というものだ。攻撃される前に本陣を捨てましょう。敵中を突破し、そのままあちらの城へ。囲まれる前に動いたが、やつもまんざらバカではないようじゃな。すごいな。その力どうやって身につけたんだい。飛び出したのは申し訳ございません。マサネさん、小十郎が破れただと。我が目に敵を。信長に国するとはうろたえものですね。綾に薫陶を授けましょう。あら、それは楽しみだわ。私を思い通りにできるつもりなの。おめえこそ真の三国武将だぜ。おお、よくやってくれた。いや、この戦俺には似合わない。おお、どうするだ。ここは何者の軍がいるようだ。団長の顔が見えますね。どうやら芝居と戦っているようですね。諸葛亮、団長、こんなところで再会できようとは。再会の喜びはまた後ほど。まずは兵を分け、私が来たと回ってください。なるほど、芝居の読みを利用するつもりか。全軍に伝令を送ろう。孔明はやはりすごい。よくぞ兄者を守ってくれた。これよりは拙者も貴殿だと堂々いたす。勝機は今、厳しく攻め立てます。伝令受けたまわった。我らの役目は労働か。行きましょう、ペルセウス殿。劣勢の中で兵を二つに分ける。負けない。下世代は今は従おう。よし、我らも雪村殿と共に進む。敵は兵を分けたようじゃな。それに諸葛亮が現れたと騒いでよ。くだらぬザレ言を。やつの名を出せば私が動揺すると思ってたのだろう。そう都合よく諸葛亮が出てきてたまるか。劉備のいる本隊を撃ち、即刻戦を終わらせる。その勇気、アヤの心にも響きましたよ。拙者の前よ。
ってるのか。すごいな。その力どうやって身につけたんだい。陽動は成功しているな。それもペルセウス殿の働きあってこそ。私もより一層奮起せねば。奴らの必死な様、やはりこちらが本命だろうな。言ったようだ。こちらの敵は手薄、容易に突破できよう。それも関羽殿の部があればです。そろそろ気が満ちます。デネ、姉の部隊を率いているのはやはり右勢を持った軍師とのことです。まさか本物の諸葛孔明か。この芝中達もいるなら可能性はある。あっぱれ。見事に負けてしまうとはな。道は開けました。慎重かつ迅速に進みましょう。
が控除させてもらう。いざ戦わん。知恵の名軍師諸葛亮殿、敵将の心理をついた見事な策でした。寺の裏をかく人の戦いも案外複雑なのだな。私に勝てるつもりか。なんと傲慢な。貴様を踏み台に竜は天に昇る。
しましたね。私も奮起して答えましょう。やはり孔明はすごい。君が来てくれて助かった。玄直が耐えてくれたおかげです。ところでこの世界は一体。なるほど、雨かける竜となる。地の小十郎、参ります。この芝中達の地望見せてやろう。戦も人も私の思い通り。当司祭、任務を遂行する。関雲長、義の刃持て、乱世を打ち払わん。この諸葛孔明、竜の妻としての誇りを胸に、いざ参ります。道が開けた。で、どちらが先に行く？私が。腕輪を盗んだあの男、許してはおけぬ。半人などに目をかけるからそうなるのだ。まさか我らを欺き、ここに忍び込むとはな。責任は取る。待っているがいい、ペルセウス。信長と直接対する前に、軍に所属する者も含め